はい、マッスルです。本日はメタルビルド魂ウェブ商店よりエヴァンゲリオン2号機が届きましたので開封していきたいと思います。中身がこんな感じですね。開けていきましょう。じゃーん、あ、裏面背面箱がこのような形になっております。エヴァンゲリオン2020メタルビルド、メタルビルドなんですが、前回初めてメタルビルドを購入して組み立てて遊んでみたんですけども、ものすごくこう素敵な商品だなーっていうところが分かりましたので、今回もすごく期待しております。メタルビルドにつきましてちょっと調べてみました。メタルビルドとは超合金のアドバンテージに商品コンセプトを合わせたデザインのようです。あえてですね、金属、まあこういうところなんでしょうね、金属部分を露出させたデザインで、ダイキャスト仕様の重量感、そしてメタルビルドならではの真骨頂により圧倒的なハイクオリティかつリアリティのあるメカを世に放つというところがメタルビルドの重要ポイントだということが分かりますね。また各個商品にですね、メカデザイナーの著名な方々が力を入れておりますので、自信を持った商品でございますよというふうな PR でございました。では早速、横こんな感じですね。背面こんな感じです。鮮烈なる赤、メタルビルドの内容も書いてますね。エヴァンゲリオンの中では2号機アスカが特に好きなので今回購入してみました。デザイン監修だったりスタッフの方が細かくこう書いてありますね。力を入れているところがここからもよくわかりますね。では早速開けていきましょう。中身は全部でこんな感じになっております。じゃあ一つずつ見ていきましょう。まずは取扱説明書が入っております。付属品はまずはこちらですね。肩アーマーだったりとかパレットライフルだったりとか装備品が入っておりますね。続きましては台座が入っております。他にはこちらですね、台座を支える支柱ですね。結構これだけでも重いです。そして最後に2号機入っております。では早速中開封していきたいと思います。2号機、うわすごい、これはまた重厚感がすごい。はい、2号機取り出しました。見てください、この2号機重厚感がすごいですね。色は赤とまあオレンジとシルバーがメインとなっているように思いますね。クロスメタリックレッド&シルバーというところでクロスカラーとメタリックレッドがメインの色彩にはなっているんですが、ところどころにシルバー、まあ、いろんな各種にシルバーが入ってたりとか、ダークブラウンみたいな色もですね、紫かなパープルかな、結構ゴールドがですね使われてたりとか、色合いすごく豊かですね。可動に関しても、あ、すごい、これ見てくだ、わかりますかね、首がですね結構動きます。結構動く、頭部自由自在に動きますね。腕も回りますね。結構動く、腕もですね自由に動きますね。はい、もちろんここも、はい、自由に動きますね。お腹、まあ、腹部パーツも、ここにですね、二軸になってますね。あ、すごい、これ分かります？こことここで変化をつけれるように稼働できるようになってます。これはすごい、ポージングがほんと細かくできますね。結構背中折れるんじゃないですか。足、はい、横も回りますね。はい、こんな格闘ポーズもできます。自在にですね稼働できますね。改めて全体像を見ていきましょう。こちらが正面ですね。はい、横、はい、横です。で、後ろ、また横という形で、本当に色のこだわりだったりとか細かい可動部分が
ものすごく丁寧に作られてます。では早速各装備だったりとかスタンド作っていきましょう。武装は進めているんですが、ここで台座も作っていきたいと思います。いや、台座のプリントもすごいかっこいいですよね。すごい細かく綺麗に構成されております。これは乗せるだけで世界観すごい出るな。はい、じゃあ組み立てていきたいと思います。乗せてみました。武装モードですとパイロンがですね、この後ろのところにぴったり収まらないので、そちらは後でやってみたいと思います。アンビリカルケーブルとかもすごいですよね。これゴムですね。完全ゴムでできてます。設置もかなり硬い形になってますし、この武器のところもこれ見てもらうと分かるんですけども、ちょっとや外じゃね外れないようになっています。ここで固定されているようなんですね。固定されているので外れないような形になっております。顔もこんな感じですね。かなり武装モード荒々しくなっております。その他に武器はパレットナイフル、こちらですね。パレットナイフルの他にサンダースピア、後ほど展開してまいりますね。この辺すごいですよね。見えますかね、高電圧注意とか細かく記載されております。あとはプログレッシブナイフがついておりますね。めちゃめちゃ細かい、めちゃめちゃ細かい。その他にもこちら展開できるナイフが2本ついておりますので、抜くことができます。これすごい、シャイ痛そう。あ、トゲトゲ具合すごい。こちらが武装モードになっております。パレットライフルは今回カラーリングがリニューアルされているようです。昨日の時に弾倉がですね外れるんですね。これは本当にすごいと思いました。サンダースピアにつきましては、まずはい、展開式になっております。そしてちょっとびっくりしましたのは、こちらの高電圧注意外せます外せます。細かい、この細かさがたまらない。これいいですね。これはたまらない。後ほど設置していきましょう。プログレッシブナイフにつきましては2つございまして、刃が伸びているバージョンと刃がしまわれているバージョンと2つ同梱されております。これも素晴らしいですね。この刃の使った感じ、これがまたたまらない。では武装モードから解除して武器使ってみましょう。めちゃめちゃ長い。これ
れはめちゃめちゃかっこいいですね。その他にも武装パーツを外すことによってこちらの台座の方に設置していくこともできますので、武装解除しつつ設置してナイフなどを持たせていきたいと思います。ではやっていきましょう。今回驚いたのは足脚部の可動が、いきますよ、ここまで曲がります。そのため劇中でジャンプしたシーンだったりとか走ったシーンだったりとか、エヴァンゲリオン独特のシーンがたくさんあったと思うんですけども、そちらを再現することができます。もちろんこんな形で膝立ちもすることできます。かなり重厚感もありつつ、可動もたくさんあって、さらに可動範囲がものすごくこう広い、それが今回のエヴァンゲリオンの特徴のようです。ここまでできますのですごいですよね。ポーズとかも簡単に取れちゃうわけですよ。すごいですよね。縦横無尽に設置することができるようになっております。ハンドパーツと合わせるとナイフもこんな形で持たせることができます。これも反対の手ですね。こんな感じで持たせることができます。プログレシップナイフを2つ持たせてみました。これすごいですね。めちゃめちゃかっこいい、めちゃめちゃかっこいいポージングができます。先ほどお伝えできてなかったんですが、足の可動部分見てください。なんとつま先が可動します。そのためこのような立ち方もできるようです。これは本当に素晴らしい。これはどうですか、かっこよすぎませんか。これはもう本当に素晴らしいですね。可動式の支柱もございます。こちらを設置するとこんな感じになります。そしてケーブルを設置、これで2号機が飛んでいるようなシーンなどでもきっちりと支えることができます。まあ、横こんな感じですね。すごい飛んでますすごい飛んでる。後ろからだとこんな感じ。いや、これはもう本当にかっこいい。めちゃめちゃかっこいいですね。近くで見るとこんな感じですね。すごい。もう今にも飛びかかろうとしているシーンをちょっと再現してみました。これは文句なしにかっこいいですね。そして2号機といえばこのシーン、いいですね。いや、めちゃめちゃかっこいい。きちんとですね、ナイフを持っているシーンが再現できてます。いや、これはめちゃめちゃかっこいい。固定してみましょう。固定するとこんな感じですね。いや、これはめちゃめちゃかっこいい。もちろん台座固定なしでも立つことができます。これ素晴らしいですね。バランス感覚がすごくですね、よくできている商材となっております。あとはパレットライフル装備していきましょう。ハンドパーツはもう設置済みです。じゃあ設置します。パレットライフル装着いたしました。どうでしょうか、いい感じでしょうか。いや、めちゃめちゃかっこいい。めちゃめちゃいい感じで設置できてますね。近くで見るとこんな感じですね。バランスも素晴らしい形ですね。今回メタルビルドエヴァンゲリオン2号機エヴァ2020をレビューしてみました。鮮烈なる赤ということでですね、ものすごく赤をアクセントにしつつもオレンジだったりとかゴールド、またはそのパープルのメッキ加工だったりとかですね、様々な部分で赤を引き立てている2号機でございました。本当に可動部分が多くて、もうしゃがめたりとか足首もつま先がですね曲がったりとかですね、もう本当にいろんなポーズが取れるなということが分かりました。さらに武器が素晴らしくて、これ台座の方に固定されている状況です。もうこれ分かりますかね、固定されてます。武器だったりとかも台座の方に梱包することができたり、楽しいギミックがたくさん含まれて
ておりました。来年にはエヴァンゲリオンの映画も控えているということもございますので、ものすごく満足させていただきました。改めてメタルビルド本当に大好きだなと思ったところですね。今回はここまでとなりますが、またメタルビルドだったりとか素敵な玩具商品ありましたら購入してレビューしたいと思います。以上、マッスルでございました。バイバイ。